谷明人は、日本の経済産業議官。産学連携等を専門とし、経済産業省大臣官房技術総括審議官を最後に退官後、国立大学法人お茶の水女子大理事、JX 金属主席技師等を歴任。徳島県出身。1985年北海道、大学工学部資源開発工学科卒業、通称産業省入省。 立地公害局立地指導課配属。1986年資源エネルギー庁、石炭部産炭地域振興課。1988年資源エネルギー庁、長官官房国際資源課。1991年外務省在区ウェイト、日本国大使館二当初機関。1994年工業技術院総務部総務課、第二技術班長。 1995年資源エネルギー庁石油部、生成課課長補佐。1996年通商産業省環境、立地局産業施設課課長補佐。1998年通商産業省、産業政策局総務課技術審査委員。1999年工業技術院、総務部総務課技術審査委員。2000年工業技術院総務部技術。 戦略企画室長。2001年経済産業省産業技術、環境局技術戦略企画官、2002年日本貿易振興機構ロンドンセンター、次長。2005年資源エネルギー庁資源、燃料部石炭課長。2008年経済産業省産業技術環境局、大学連携推進課長。2010年経済産業省大臣官房参事官。 2013年経済産業省大臣官房審議官。2015年経済産業省大臣官房技術総括審議官。産学連携等のオープンイノベーションを推進し、2017年に退官後は、お茶の水女子大学学長特別顧問及び、JX 金属技術本部主席技師に就任し、JX 金属と東北大学の組織的、 連携協力協定の締結にあたった2018年 JX 金属執行役員技術本部企画管理部長2018年マテリアルコンセプト取締役2019年 JX 金属執行役員技術本部審議役お茶の水女子大学理事この間東京大学工学部システム創生学科非常勤講師 北海道大学科学技術政策特論、非常勤講師、慶応義塾大学理工学部非常勤講師等も、歴任した。ありがとうございます。